ルイ君、私、また魔法少女やる、かもしれない。妻、トーマミク、30歳。あ？え？夫、トーマルイ、27歳。僕の奥さんは魔法少女かもしれない。第1話、現役復帰、かもしれない。え？座れ。はい。いいかな？え、もちろん。僕の奥さんは元魔法少女だ。この世界には魔法少女がいて、ミク、行け！そこだ！お前避けた！魔力を持った少女たちが妖精に力をもらって変身し、定期的に現れる魔界人と戦っている。すー、やっぱミク別格だよ。いや、勇気もすごいんだって。そして僕は田舎に住む魔法少女オタクの少年だった。はあ、僕絶対東京の大学行こう。俺も生で見てー。が、ルイチ、ミラクルミク引退だって。ガッチャ、何言ってんの。ほらこれネットニュース。魔法少女の適齢時期は13歳から16歳頃。それを過ぎると徐々に魔法の力が弱まっていくため、高校入学前後でほぼ全員が引退することをすっかり忘れていた。嘘だろ。魔法少女はもともと正体を明かしていないため、引退後に彼女たちに接触するのは不可能だ。経歴を明かし芸能活動などをする子もいるが、ごく一部。まあまた新しい推し見つけようぜ。ほらこの新人の子とか。全然違うよ。あの強い瞳、少し低めで落ち着いた声、戸惑いのない戦い方、ミラクルミクだけが僕の推しだったんだ。目標を失ったものの別の進路が浮かぶわけもなく、僕はそのまま東京の大学に進学し、東京で就職した。その2年後。トーマどうした？何？先輩に連れて行かれた合コンで。ミク、ミラクルミク？トーマさんでしたっけ？あ、はい。座れ。わあ、絶対ミクだ。そのド S ボイス。黙れ、それ以上喋るな。はい、喜んで。ミクに再会した。ルイ君、あの時よく気づいたよね。私ファンとかにバレたことないんだけど。気づきますよ。ミクさんが最強で最高で僕の一生涯一番の推しなんで。それはさ、ミラクルミクじゃない私でも一生推してくれるってこと。もちろんです。推しが妻になった。でも何でもだ。魔法少女が足りないんだって。足りない？今って魔力ある子が減ってるらしくて、その上やりたくないっていう子もいるから強制はできないし。へえ、大変だ。あれ、でもミクさんってまだ魔力あるの？あ、結構ある。そうなんだ。得意体質なのよ。現役の時はなんなら妖精の力借りなくても変身できたし。え、すごっ。ちなみに今は。今は無理。あ、そっか、だよね。言っておくけど変身しても見せないから。え、あと配信とかも見ちゃダメ。え、あれ本当は許可されてないんだからね。盗撮だから。うっていうか、実際に現場呼ばれるかまだわかんないし、かもしれないくらいに思ってたよ。うはい。何？ルイ君は結局ミラクルミクの私がいいわけ？はっ、ミクさんが一番です。よし、じゃあ私ちょっと部屋で仕事するから。フリーランスデザイナー。はい、オツです。見たら家出てくからね。鶴の恩返し。我慢できるかな。いや、僕はミクさんが魔法少女だから好きになったわけじゃないし、
ミクさんが嫌だって言うなら尊重しなきゃ。あーでも見たすぎる。見せられるわけないでしょ。30歳でこんな格好は惹かれたら死んじゃう。今も余裕で変身できる。でもミクさんがまた魔法少女やるかもってすごいことだな。なんか緊張してきた。僕の奥さんは最高の推しで現役魔法少女かもしれない。気になる続きはデートしたりガチ恋に悩んだりミラクルミク誕生秘話だったりクーデレ魔法少女の奥さんと過ごす夫婦ラブコメ僕の奥さんは魔法少女かもしれない。コミックス好評発売中。